聞きちゃったから、今回じゃあ当然だと思うって選んでみる？そしたらこれ犯人変わんのかな？ただ犯人が変わるだけだったしね。誰の、この中のメンバーの誰にでも可能性があるとかそういううちなんじゃないのこれ。犯人。そうだよな。それにしてもゼロのやつ、一体どこに隠れてんのかな。多分ゼロはこの中にいると思う。うるせえ。あれはバカや。そんなバカな、ありえない。だってそうだろ、あと数時間でこの船は沈むんだぞ。俺たちと一緒に行動を共にしてたら自分の身が危うくなるじゃないか。そんな危険を犯してまで俺たちの中に紛れ込んでる理由は何だ。動機がないだろ。動機が信じてくれないんだね。あ、四つ葉様。四つ葉、気持ちはわかるよ。君がみんなを疑いたくなる気持ちはね。だがどうか分かってほしい。我々が不信感を募らせれば募らせるほど敵の術中にはまっていくことになるんだ。ニルスをあんな目に遭わせたのはおそらくゼロだろう。そいつにいいように操られて君は満足かね。あ、これは四つ葉を信じるか信じないかルートなんだな。あの時計の鐘の音だな。松川さんいらっしゃい。3時か。タイムリミットまであと3時間ね。とにかく今は動くしかあるまい。セブンや四つ葉の言いたいことは分かったが、今はそれよりもお互いを信じることの方がはるかに大事だ。そうだ。さあ時間がない、行こう。次に目指すべき場所は彗星か。ここだな。それってなぜ。ああ、シャワー室を捜索しているときに見つけたものだ。彗星のマーク、なるほどね。さてこれで準備は整ったな。みんな、なるほど、行こう。あれ、これって6の扉に行く場所じゃない？違ったっけ。入力できる回数ボタンは2つしかないよな。 C とボトムか。押すのはボトム。下に向かうぞ。やっぱそうだよ。6の扉がある場所じゃない。あ、2か。関係の。ああ。2の扉だ。まだ。決めるべきは誰と誰が組んで2の扉に入るべきかだな。あれ、これってさ。6の扉。あ、俺ら2の扉入ったよね、さっき。2の扉ってさ。ここだったよな。もしかしてさ、俺ら今さ、ここにいるじゃん。2の扉入ったらこういかないよね。だからここ今ここじゃん。こういかないよね。嘘だよね。そんなことないよね。むしろここからやり直した方が確実だった。もしかして、こういくよね普通。
あ、2の扉入ってない。あれ2の扉入ってないぞ俺。あれまだ2の扉入ったことなかったっけ。さっきみたいに置き去りになるだろ、取り残されるだろ、そんな話はもうしなくてもいいよな。そうね、ナンバリングドアの先に進んでもどこか別の場所で合流するようになっているんでしょうし。おいこら、これ以上無駄に争うこともないだろう。その事実に行き当たるのか。ということは調査隊として中の様子を見てくるのは誰かってところだね。ではまずは立候補を募ろうか。どうなんだろうね、踊り子次第じゃない気持ち。俺が行こう。俺も行かせてくれ。それなら私も行くことになるわね。お、47当てます。謎。それじゃあ行ってくるよ。はい、気をつけてくださいね。て、ウーフかよお前ら。バカなこと言ってんじゃねえよ。さ、行きましょう。サラさん、ちゃんと YouTube で確認しといてね。うん、行くか。今度はどこだ。向こうには見当たらないわ。あったぞ、すぐそこだ。そうだよ、止まったわね。いつまで経っても慣れんなこの感覚は。俺は慣れたくなんてないな、こんな馬鹿げたゲーム。ほとんど YouTube の方に上げてるよ。ちげえね。前も言ったよな、キツネ君。さてと見ろよ。短い通路にドアが5枚か、左手に3枚と右手に1枚、あとは突き当たりに1枚だな。一応1枚にカウントするか。分厚い鉄板に覆われているせいで開きそうにないが。全部やってるって。そんなことないから。探索開始だ。手分けして調べてみよう。いいな。ええ、分かったわ。了解だ。それじゃ俺は一番手前から行くぞ。私は真ん中にするわ。よし、それじゃあ俺も始めることにしよう。お、さあみんなで脱出しようぜ。ね、おお入ってる。まっすぐだね。なんかあるよ。なにこれ。くるくる回ってる。なんか書いてある。プライバシー、何それ。行くぞって感じで。あ、ゲットした。なんかサイレンサーみたいになってる。おお、ドライバーなのか。
なんだこれ。うん。なんか出てきた。太陽みたいなマーク。これは何のマーク？深いな。で、もうここには何もないか。あ、なんかある。あるじゃん、取って。溜まってどうすんの？なんか書いてある。膝掛け。あれ。関係するものと照らし合わせる。確かに。
だ。反射させるとか何かを。14イコール E。16進数じゃないよね。A が10で、B が11、C が12、D が13。E が14。D か。ごめん、間違えた。E は。あれ？おかしい、待って。あれ？ F って15だよね。どういう計算式なんだったっけ？壊せよ。脱出。なんか組み替えんのか。弱いいらないじゃん。あ、なんかあったね。そういえばはめ込まれたね。E か。E と Y を取り替えんのか、これ。これ何？取れた。何これ。どうしたんだよ、セブン。なんかやっぱさ、一緒になったやつで、なんかフラグかなんか当たってると、各個人のさ、なんかその、
個人的な話が聞けるんだな。すごい汗じゃないか。あ、大丈夫か。あ、大丈夫だ。ちょっとめまいがな。大丈夫って、どう見てもそうは思えないぞ。なあ、本当に平気かよ。どうして俺はここに。あ、何言ってんだよセブン。2の扉を開いて俺たちはこの部屋に。忘れちまったのか。いや違うんだ、そういうことじゃねえんだ。少しな、記憶が戻ったんだよ。マジ。俺はここに来たことがあるらしい。だからこの部屋に来たことがあるって言ってんだよ。来たことがあるって、いつ、どうして。青いライトのな。なんだよそれ。もう少しなんだ。あと少しで全てを思い出しそうなのに。そうだ、実験、この船で実験が行われてたんだ。あ、あれ実験、関係性が。実験って何の。人を操る、人を意のままに操るための実験だ。なんだよそれ。青いライトのな、さっき言ったのは実験の被験者となった子供たちの名前だ。他にも 4,5 人はいたはずだが、全員の名前は思い出せねえ。ああ、そうだ、そうだったんだ。だから俺はここに。実験、クレイドル製薬、少年少女連続不明事件。俺はその事件について追っていた。刑事？そうだ、確かこのベッドの下に穴が潰されてる。いや、別の部屋なのか。ここと同じような構造をした部屋なら他にもたくさんあるだろうし。なあ、一体何を思い出したって言うんだよ。一人で納得してないで俺にも教えてくれないか。刑事なんかな。思い出したって言っても全部ってわけじゃねえんだ。取り戻した記憶は断片的でまとまりがなく、ぼんやりとかすれちまってる。それでも構わないよ、断片的でもいいから教えてくれ。どうやら俺は刑事だったらしい。やっぱり刑事。そうだ、今から9年前、俺は少年少女連続不明事件について追っていた。犯人は渚ってやつだよ。知ってるだろ。俺も知ってる、あの事件のこと。知ってる知ってる、渚ってやつがさらってた。ああ、あの頃俺は中学1年生。詳しいことはよくわからないが、概要くらいなら。確か、マジ？当時の俺と同い年ぐらいの子供たちが突然行方不明になっちまったんだな。新聞でもテレビでも連日のように報道してたっけ。モザイクかかってるけど。そう、セブンはあの事件を。ああ、そうらしい。で、捜査を進めていく間にクレイドル製薬って名前の製薬会社が事件に関与してることを突き止めてな、その会社の内部の人間から情報を引き出すことに成功したんだ。そいつはこう言った。今夜 X 埠頭から船が出る。子供たちはその船に乗せられ、沖合に停泊している大型客船と連行されるらしい。てな。そして俺はその島へと向かった。なんであの怒りの筋マークが浮いてんの。物陰に身を潜めて様子を探ると、岸壁に一艘の不審船が横付けされているのが分かった。その船上と周囲にちらほらと人影が見えてな。どうやら
黒いスーツに身を包んだ男たちが大きな袋に詰め込まれた何かを船の中へと運び込んでるみてえだった。その重量感、たわみ方を見て俺は悟った。間違いねえ、奴らが運び込んでいるのは人だと気づいた時にはもう俺の体は動いていた。さあ33個目だし、確かにね。お金から飛び出し、銃を構えた。調査に思い出してる。だが次の瞬間、俺の後頭部には硬い金属が押し当てられていた。銃を捨てろ。撃鉄の下げられる音が頭蓋骨に直接響いた。その幹部のやつじゃないの、これ。悔しいが、どうしようもなかった。俺は声に従い、ゆっくりと足元に銃を置いた。その直後、首筋に鋭い痛みを覚えた。何か針のようなものを突き刺されたらしい。注射か。俺はそのままうつ伏せになって倒れた。説明セリフ、確かに小説のようだね。35個目選手。頬には冷たいコンクリートの感触があった。それを最後に俺の意識は途切れた。この後どうなったの？硬い床の上で俺は目を覚ました。くそ、頭がガンガンするぜ。どこだここは。粗末なベッド、薄い汚れた洗面台。なんか若いチンピラみたいだったね今か。服装がドアのついていないむき出しのままの便器。どうやらそこは刑事である俺にとって馴染みのある場所のようだった。独房か。便器の反対側の壁には一枚の扉があった。俺はよろめきながら身を起こしてその前に近づいていった。扉に手のひらをついて前後左右に圧力をかけてみた。あ、ごめん、だがに言って言う間にやっちゃった。開かねえ。当然だ、独房にぶち込んでおいて鍵をかけないわけがない。何度か体当たりも食らわしてみたが無駄だっただよな。俺は一人つぶやいてその場にどさっと腰を下ろした。それからどれぐらいの時間が経ったか、俺の耳にふとかすかな声が届いた。声が キャノラ。声は遠かった。なんて言ってるのか聞き取ることはできなかった。だがそれは確かに俺の鼓膜を震わせていた。変声期を迎える前の甲高い声。そう、子供の声だ。声は一つじゃなく重なり合って響いていた。ノナリーゲームのバングルマジつけてやってたってこと？複数いるな。5人か6人か、いやもっとか。どこだ、どこから聞こえてくる。俺はキョロキョロと辺りを見回し壁に耳をつけてみた。違う、こっちじゃねえ。左のベッドの下が。俺は鋼鉄のフレームをがっしり掴むと力任せにベッドをひっくり返した。見つけた。すぐに分かった。ベッドが置かれていた壁の下の方に金網に覆われた通気口があった。腹ばいになって奥を覗き込んでみたが暗くて何も見えやしない。だがその先から声が聞こえてくることは間違いなかった。そういうことだ。なんでこんなところに子供たちが。思い出したのはクレイドル製薬の内通者の言葉だった。今夜 X 不当から船が出る。子供たちはその船に乗せられ沖合に停泊している大型客船と連行されるらしい。あれ、
セブンさんがさ、襲われた背景ってさ、コナンみたいじゃない？黒の組織の取引現場に、なんか、飛び出そうとしたらなんか、後ろから殴られ、意識を失って、起きたら子供になっていたでしょ？ブスってやられたみたいな。起きたら、薄汚い、独房にいた、ってだけじゃん。まさか、ここはその大型客船の中だってのか。とにかく、どうにかして子供たちのところへたどり着けねえもんかと俺は考えた。その時目に入ったのは金網だった。いけるか。俺は指をかぎ爪のように折り曲げて網の目をがっしりと掴んだ。そして、少し思い出したっつってめっちゃ鮮明に思い出してね。確かに。ジャーすごい詳細、細かいね。ジャーシャーシャー、邪魔めろ、こっち来ちゃうべ。目の前にはぽっかりと開いたダクトへの入り口。俺は額に吹き出した汗を拭って早速その奥へと潜り込んでいった。なあ、その後は、その後はどうなったんだよ。わからねえんだ、こっから先が。確かダクトの先にあった扉を開いて何人かの子供たちを見つけたはずなんだが。だが、やっぱりダメだ、この先が全く思い出せねえ。そんな、そこにいた子供たちはどうなったんだよ。セブンが助け出したのか。かもしれないし、そうじゃないかもしれねえ。でもこの時って純平くんが中学1年生でしょ。でも、純平くん現在21歳でしょ？何年前これ。なんとなく、なんとなくだが、一人亡くなっちまったような気がする。女の子が。え？とにかく、このぐらいで勘弁してくれ。こっから先は本当に思い出せねえんだ。そうか。9年前って言ってた？しょうがない。ありがとう。分かったことだけど、9年前か。まとめてみるか。9年前に発生した。本当だ。少年少女連続不明事件。不明事件。どうやらその事件の黒幕はクレイドル製薬という製薬会社の人間のようで。クレイドルって名前のポケモンいなかったっけ。彼らは子供たちをさらってこの船へと連れてきたらしい。目的は実験のため、人を意のままに操るための実験だ。これだから語り手が違うだけでさ、実際ない、みんな語る内容一緒ってこと？でもまあ物語に不都合が、あ、ユレイドルか、なんだ、まあ似たようなもんじゃん。これ語り手が結局この話をさしなきゃいけないから、なんか何の関係性もないけど言わせてるとかじゃなくて、ちゃんとそのなんだろう、その時の当時の関係者だったり被害者だったりするんだね。その実験の被験者とされたのはさらわれた16人の子供たちで、その中には葵、ライト、ノナという名前の少年または少女がいたらしい。名前なんて言ってたっけ。あ、そっか、四つ葉ちゃんが前回名前を教えてくれようとしたところで一宮が邪魔しに来たんだ。あとはセブンが刑事だということも判明したが、どのみちこれだけの情報じゃどうにもならないな。ね、だからそのダクトのところを探そう。ノナリゲームのこともゼロのことも相変わらず謎のままだし、連続不明事件から9年経った今、どうして俺たちが同じ船に拉致されてきたのかもわからない。
そうだね、だってその時無事脱出できてるからここにセブンがいるんだよね。というかそもそも人を意のままに操るための実験ってなんだよ。そんなバカバカしい実験が本当に行われたっていうのか。てかその子たちどうなったの。セブンはこうしているってことは脱出できたのか。このままじっとしててもしょうがないし動くか。詳しい詳しい。これさ、だからその今の結局だからそこにありますよっていうのをもう同時に教えているってことかな。太陽と月ゴールデンサンシルバームーンポケモンか。うん、川と泉で対になる仕掛けがある。同じ状態にすれば、あーなるほど。これどういう感じにライトが起きてんの。ひざかけをかけて、なんで知ってんの。めっちゃ覚えてますよ。だからこれかけて反射させればいいんだって。あ、出ちゃった。代わり番号変わらせていかないとね。今更かよ。ただ反射するだけでいいの。月のマークで、14イコール E って何で脱出でしょう。これまだあれなのね。
太陽と月はどこにどう関係してくる。どう関係してくるの。全く意味がわからん。アイテムの裏？このパネル赤がなんか屈折してるぞ。黒と対になってるだけ？あ、間違えた。この出っ張りはどうする。これかデベソみたいなやつ。この出っ張りをどうするんでしょうか。こっちに出るとか。やっぱそうだ。パネル。上になっている。一番上に上がる。書いて上がりそう。14。あ、本当だ。14イコール E。 あ、戻っちゃった。14イコール E。 2枚とも同じなのかな。そうだね、なんか14イコール E だって。このパネルのデザインの中に E の何かがあるってこと。組み合わせ、組み合わせたら E になるのかなこれ。エマージェンスにできる。なるほど。月と太陽って関係あんの？なんだここの謎解き、全くわかんねえ。開かない引き出し。これの中なんかありそうだよね。なんと開けれないのか。廊下のパネルさ、なんかやったけど。お。はめ替える。あ、
E を変えるんだ。これさ、何度も調べないとこれ発生しなかっただけじゃん。おい、まだ調べてないとこあるって。なんなん、マジ。何かが仕掛けが隠されている。太陽のマーク、膝掛け、膝掛けを、つける。え、一緒じゃん。このマークを表しているのはこちら側から水を流せということだったんだろう。だけ？そんだけ？月のマーク、パネルの条件、鏡を使う、鏡さん、あー、トイレに使うのか。この部屋じゃないってことかな。まだ試してなかったね、そういえば。47。4と7。左側が4。右側が7。つまり、太陽が4。月が7。ということは、なんか分かりそうで分かんないな。もう少しって感じ。引き返す。
なるほどね。なんて？6回目レストラン。まさかこんなか。なわけないか。どこでなんか落ちた？ベッドの下。カチャッと落としたよ。どっかに落ちたんじゃないの？太陽は、4。暗い部屋。なんかか。部屋に。地下。これか？やっぱり。危機から脱出せよ。ん？危機から脱出せよってなんだ？パネル。教えてよ。もういいのかな、これで。E は14。イマージェンシー。N。なんでもないです。え？ Y いらなくない？いるか。こう？どうやんの？こういう感じ？
なんか違くなった。あ？で？ちょっと待って、なんか一番持ってるパネルを調べる。なんかいいよ、3つあるじゃん。もう全部いいか、取り替えてみていい？一回。イマージェンスってどういうスペルちょっと教えてよ。ちょっと戻すか。脱出。あれ？これをこんな感じで入れ替えるってこと？どうやんの？どういうこと？脱出ってどういう感じ？あ、出た。あ、間違えた。暗い部屋にあった？え、暗い部屋なんかあったっけ？あ、なんかあったわ。エマージェンシー。組み合わせるって言われたんだけど。え？やらせてくれないよ。あ、扉調べてた。え、なんだっけ？一番上の状態であるってこと？今イマージン C でしょ？これ Y と E が変わったってこと？そうだったね。やらせてくれね。扉をタッチしてんのかな。扉タッチしてんのかな、これ。どう？やらせてよ。やらせてよ。いいよ、お前。で、パネルを押してんのに。やらせてくれない。
え、壊れてんじゃないのこのゲーム。は？どうなってんのこれ。あ、こうか。いいじゃんそんなん、めんどくせえな。で、え、エマージェンスって、ちょっと待ってよ。え、エマージェンスってこうじゃないの？はいらないじゃん。C になってるし。こうじゃないの？でもこれ4つあるよね。マジ？本当に？でも E 全部変えちゃうかな。なんとなく。あ、正解した。三要数字の重要。一回切りましょう。1時間過ぎてるわ。